今回はホールの対策はできました。ちゃんと締めました。まずいです、これ。スパイクの周りには毒の海が広がっています。なんだこいつ。飛び出してくるところはマコが抑えた。ファイボンスリー、DRX 人数よりですが、このバイパス。まあまあ時間ないぞ。スネークバイトが手前に広がっている。見えた。ここはしっかりと胴体。時間がない。ああ。フラッシュに対してもスモークなきで対応しました。確かにガイディングライトの位置でどこから出てくるのか、ね、まずい。 DRX が追いつきました。 DRX がいつもの DRX になってる。なんかそしてクレジット状況を見ると、お、RB がこのレッスンの立ち回り。ただサイトなくで RB、 マコ見た、マコ見ていた。回り込んでくるところ、1トレードです。止まる。まさかあるのか。 RB 抜いた。オーバータイムあるか。まずいですこれ。ではレッツがマコを倒しました。ニューラルセフト。いや、いいニューラルセフト。ゼストの位置も分かった。こうなると動きにくくなる。トレマウザ急に発動してくる。トレマくん、あ、RB ツーオッツ。これはまずい。スパイク開始。ミッドからの射線が完全に切れる位置での設置。裏からはスタックス。ミッドにはゼスト。あ、やばい。ああ、刺さった。映った。ウッドドーの進行はレスが見ている。あ、バレた。見た。ああ、ウッドドーを押さえたワンオーツ。またこのマッチポイントのスクイル。あー、RB いてー、この負け方。まあ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 、ブリーズはギブでしょ。だからこそブリーズはギブでしょ。エベン・アイボで勝てばいいから、ブリーズはギブよ。なんだろうな、マジで俯瞰で見てるとさ、本当に空いてるエリアってよく見えんじゃん。でもやってる側ってさ、わかんないんだよね。いや、でもマジでラウド上手かったな、バイパスフィットへの対応とか。その位置に来るしかないというところを抑え切りました。第一ラウンドを取ったのはラウド。なんかちょっとヘブン負けそうな気がしてきた。立ちはまりましたね、ラウドは。いや、信じよう。いい利手はね、C デフォルト、ウィチスタン、オウンと、いろいろ飛んでくるから。そうですね、ローリングサンダー打って、オウンと入れて。そう、これがね、なんか利手、さすがに。対策してないわけないからね、この利点絶対飛んでくるんだよな。いい、ラウドは。すぐにアビリティ合わせていきましたよね。ワンピックだけ狙って、引いて、リテイクみたいなのがラウドのパターンで。いや、これ、ヘブンまで行ってたら勝ってたわ、俺ら。これヘブンまで行ってたら勝ってましたね。超ストッパーされた。対策通りだわ。本当に。マジで C、C やけの、まあ明けじゃないけど、ほんと C、ワンピック、ワンピック狙って、引いての、A、B が止めなのね、ラウドは。C 入手飛んでくるスキルもほぼ固定で、入ってこない限りはもう絶対リテイクのスキルが飛んでくる。裏少ない。うぅ、やばい。やばい。やばいよ、それは。ちょっと待って、人数状況逆転。アルビー。ロングのアルビー。次よ。これ勝てんの？もうね、よくないよ、本当に。なんかね、勝てんだよね、本当大会って。こんなん勝っちゃいけないでしょ、みたいなところ。勝ってるチーム勝っちゃうんだよな。意味わからんわ。強さだき。苦しい状況にも見えたんですけど、あのヘブ、いや、これはね、負けるべきラウンドだよ、ラウド君。やっぱ大会って、なんかあるんだよね、そういうの、本当に。前回やったペーパー X だし、自力以外の、そういう、なんていうの、アウトプレイがポンポン出しちゃうみたいなチーム。マスターズはうちもそうだし、サズワンだったら、今回はマジラウドだね。いますね。わざと壊してないね。このまま A 行ってほしいんだろうな。壊さないのはね、A 行ってほしいからと思う、マジで。マコ。うわ、惜しい。あったな、今マジで。
いや、今のラウンドめちゃくちゃうまいね、ラウド。これダメだ。これは、これはダメな気がする。EX は割となんかそのセットがめちゃくちゃ強い印象、ラウンドの中で多分あるから、メインドリーからの A セットぶちかましてるから、止まる人間いないっしょみたいな。メインドリーされたら、ちょいタレット壊さずにそのまま A メイン突っ込ませてカウンターするみたいな。黒がめちゃくちゃいいね、ラウド。マクロもいいし、ミクロも強いし、よくないですよ、そんなチーム。あってはならないんだよ。あー、タイミングが。うわ。強すぎる、スティンが。起きぐれ。お前、起きぐれまで来た。スパス強すぎる。どうなっとんねん、こいつのブラパは。本当に。よくないよ。かわいそうにスタックス。スティンがマジ強えわ。うますぎ、そのエントリー。いい、ほんと。あー、もう1キル持ってきて。こいつらフィジカルゴッドやろマジで。おい、なんでこんなのがグループに2匹もいいんだよ、本当に。なんで同じグループにこんなクソ強と引くおんねん。なんか今までのラウドって結構どこか、なんだろうな、どこか抜けてるところがあって、やっぱ今までもともとフィジカルが高いチームだから、マクロ面決して劣ってるわけじゃないけど、めちゃくちゃマクロ面も素晴らしいみたいな感じのチームじゃなかったんだけど、今回のチャンピオンズやばいんだよな、どっちもやばい、マクロもミクロも。